私の育てているキャベツについていたモンシロチョウの幼虫です。環境汚ねえなって思うかもしれないんですけど、マジで一日ちょっと出かけたりして帰ってきてくるとこんな感じになっています。6匹飼ってるんですけど、もうすでに 1,2,3 とサナギになりかけていますね。この子なんかはもう完全にサナギ化しています。よく見てみればわかると思うんですけど、なんとなく糸のようなものが見えるんですよね。この途中の状態、サナギになる途中の状態だと、これがだんだんとこの形になっていくんですね。不思議ですよね。蝶々に早くなるのが楽しみです。ちょっと出かけてる間にまたサナギが2匹増えそうな感じになっていますね。いやー、昆虫って成長が早いな。